皆さんこんにちは、トマヤです。今日はですね、僕結構ね時計が好きで、将来 YouTube で目標にしてるのも、ロレックスを YouTube の収益で買うぐらい大きくなりたいなというか、 YouTube の規模をね上げていきたいなと、もっと大きくしたいなっていうのが僕の目標なんですけど、ちょっとね悩んでて、ある時計を買おうかなってめっちゃ悩んでたんですけど、なんとね悩んだ結果買っちゃいました。最近ね動画もちょくちょく上がってるんですけど、6月まで結構支払いラッシュなんで、サラリーマンの方とかね分かると思うんですけど、結構ね支払いが多い時期でもあるんで、節約してちょっとだけねお金を残しとこうと思ってたんですけど、なんとね買っちゃいました。それはですねこちらです。 Amazon で買ってきました。開封。何の時計かと言いますと、時計以外にも買っちゃったんですけど、じゃじゃん、入浴剤。これもね今日使ってみたいですね。でね、これはね将来こうお金儲けをしたいというか、将来自分のブランドを立ち上げるのが夢なんで、将来ね自分のビジネスをしたいって思ってるので、こういったお金の勉強もねちょっとしたいなと思って、こういった本を買いました。はい、何を買ったかと言いますと、じゃじゃん、アップルウォッチです。イエイ。いや本当ねめちゃくちゃ欲しかったんですけど、正直言ってねアップルウォッチいらんかなと思ってたんですよね。ファッションとしては使えるんですけど、なんか時計もね別に携帯でいいやと思ってたんですけど、ある商品が目に行ってしまって、こちらです。僕結構ねコーチが好きなので、財布もねコーチ使ってるんですけど、コーチのバンドがたまたま目に入って、あ、これアップルウォッチにつけたいと思って買っちゃいましたね。合計ね SE で良かったんですよね。なんかこう機能とかねあんまいらなくて、ただファッションとしてつけたいなと思ってただけなので、よし買おうと思って、あとなんかコンパチバブルっていうなんか銀のストラップみたいなのも買いましたね、バンド。あとはねそれぐらいですかね。早速開封したいと思います。ちょっとね今赤なんで充電があんまりないんでね、早速ね、あれバンドもある。さあこんな感じですね。サムネしなあかんな。こっちの方がいいかな。はい、そんな感じで開けます。こっからお、どう開けるやん。これどうやって開けるの。こう開けるか。ああ落ちた、なんか落ちたぞ。ちっちゃー、こんな感じなんですね。これにね早速コーチのバンドつけます。いやいいな。まだねこのコーチのバンドがいいんですよね。やばい、どうやって、あれ壊してまうんだ。大体値段で言うと SE がね3万7000かで、コーチのねバンドが9000ぐらいかな。じゃん、コーチの C ですね。これにねつけます。これどっち側持ってんの、こうか、どうつけるんやろ、つけ方が分からへん。バンドボックスを開きます。バンドボックスどうやって開くの。お、めっちゃかっこ、ちょっとこれ取りたい、かっこいいな普通。早速ねつけていきます。
ええな。え、かっこええ。え、めっちゃええ。やだ。え、ここに C があって。え、めっちゃええやん、これ。ちょっとちっちゃいかな。ちっちゃい方がいいんですよね。骨細いんで、ここら辺の。ちっちゃすぎるかな。え、かっこいい。えな。これもね、ついてるんで、もう一個。こっちですね。これはどんなんだろう。これ、アップルウォッチ。アップルウォッチといえばこれですね。これもいいんですけどね。これとこれ何が違う？あ、ちっちゃいよか。これもいいんですけど、このコーチのね、この C が。まあ、コーチ知らん人からしたら、ただの C、もしくは広島カープの、ロゴぐらいかなしか思わないんですけどね。これええっすね。こんな感じで。ちょっとね、C を見せたいですね。うん。満足です。こんな感じで、まあ、これをつけて、YouTube 活動頑張っていきたいと思います。そんな感じで、バイバイ。チャンネル登録してね。